はいどうも、今回ですね香港美食ということで、鍋を食べていきたいと思います。今回ですね鍋といっても蒸し鍋を食べていきたいと思います。じゃあ参りましょう。はい、ということで到着しました。さあこれからねメニュー見ていきながら決めていきたいと思います。まあ、減量中なんでねあんま食べれないですよね。そもそも高いのはね2000ドルのやつとかもあるんですけど、はい、じゃあこれでソースを作っていきます。うわ、これどうするんやろうな。これ蒸すんだ、今から。あ、このまま行く感じ。おう、あ、一個一個蒸すんやね。この蒸し鍋のすごいところが、今の魚の下にお米が敷き詰まってて、そこに魚の旨味成分とか、あと貝のエキスとか、そういうのがどんどん垂れていって、それでご飯を炊いていくっていう感じですね。ものすごいご飯が最後待っている、素晴らしい料理です。キンキね、あーうまそう。おいしい。すごいね、身がブリッブリでうまいね。これエビが蒸し上がったよ。むけた？わ、いいね、上手にむけたね。こっち向け、こっち向け。美味しい？おお。ちょっと見て。ライスある。うん、ライスあるよ。ライスが余ってるんだよね。だから今のエビが落ちてきるんだね。うざ。まあこの貝からいく。すごい、そう。やめてそういうの。早い早い、運が早い、運が早い。今やで。あ、そうそうそう、今。おいしい。素材の味やから運しかないね。あ、じゃあこれはまだ本当こうエキスを出すための。違ったね。これは本当最後のご飯のためのやつやから、これはまあまあね、素材の味やから。うん、そうよ。カキやからめっちゃ美味しいやろ。熱くない？ほっ。美味しい？おー、いいね。これはアワビやからね、これも間違いないんじゃない？美味しい。うん、濃ソイソースやからね。
症状ないよ。ずっと。Very salty。そうな、かなり初回だけな。Very salty。海鮮やからね。それはソルティーよ、ちょっと。多分。うん、つけた。いけない。いいよ。絶対美味しくないから。いや、引き下がれんだけやろ、絶対引き下がれんだけやろ。どうしたどうしたどうした、おいしい、あ、おいしい、まあ、くしゃみせんかった、ん、大丈夫、うん、いいね、もうほんと紙蒸した感じだからね、ちょうどほんと素材の美味しさが出た感じですかね、うまくしゃべれた、までやからね。スンドゥブ食べたいの？今スンドゥブ食べたいの？その顔よね。もうこの顔が物語ってるよ。ロブスターとカニと魚、キンキ、貝たち、アワビとかもね。あと野菜の出汁も全部入ったおかゆ。絶対うまいよね。はい、ということでごちそうさまでした。ねえ、ネリさん美味しかったね。こういう感じでね、また香港の料理とかもご紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方もお願いしたいと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ではまた、バイバーイ。